シズバレンツ海バレンツ海は北極海のヨーロッパ側の一部である。北西はスバールバル諸島、北東はゼムリャ・フランツヨシファ、東はノバヤ・ゼムリャ、南はスカンディナビア半島などに囲まれている。最南西部の台湾はハッカイと呼ばれる。オランダの探検家、ウィレム・バレンツにちなんで命名された。東はカラウミ、西はノルウェー海につながる。 北極圏にあるが、暖流である北、大西洋海流の影響が及ぶ海域に面した、ロシア領ムルマンスクや、ノルウェー領バードは、冬でも海面が凍結しない、不登校である。北部や東部、南部の八海付近などは陶器には氷結する。1500年代、捕鯨や貿易、アジアへの北東航路開拓を目的に、オランダやイギリス、ロシアなどによる航海が行われるようになった。 第二次世界大戦では、遠素輸送船団の主要な航路として、第二次世界大戦中の北極海における輸送船団の主戦場となった。船団を攻撃する、ナチスドイツの海軍や空軍と、連合国護衛部隊との間で激しい戦いが繰り広げられた。冷戦時代以降も、ソビエト海軍の北方艦隊や SLBM、搭載原子力潜水艦と、それを警戒する。 ナトー諸国の海軍にとって重要な海域となっている。海底には1988年に事故を起こしたソ連の原泉コムソモレツやソ連崩壊後にロシアが海洋投棄した放射性廃棄物が沈んでおり汚染の懸念がある。2012年日本の海洋研究開発機構はバレンツ海の海表の分布と日本の気象相関関係に着目。 バレンツ海の海氷が少なく、メキシコ湾流の流軸が北の方向に大きくずれる都市は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧がそれぞれ発達しやすくなり、日本とユーラシア大陸がそれぞれ減冬傾向になる可能性を導き出している。石油や天然ガスなど海底資源が豊富とされており、口述の通り40年にわたって計争が続いた。1970年代より、 ソビエト連邦とノルウェーの間で大陸法をめぐる主張が食い違い、係争状態になっていた。2010年9月15日に係争海域の面積をほぼ二等分する形で、境界線を引くバレンツ海と発表用における海域確定と協力に関する条約に調印し、終止符が打たれた。二宮書店編集部、小海原大地図二宮書店、2002年。 ISBN 48億1760万1884。野口国和、放射能事件入るバレンツ海の海票現象がもたらす北極温暖化と大陸寒冷化日本の冬の寒さを説明する新たな知見海洋研究開発機構プレスリリースロシアノルウェーが大陸崩壊域の確定協力条約に調印国立国会図書館立法情報 2017年5月30日閲覧。ありがとうございます。